ヴィーナスとマルス、または、マルスとヴィーナスは、正規ルネサンスのイタリアの画家サンドロ・ボッティチェッリが1485年頃に制作した絵画である。油彩。主題は、美と勇気のグイとしてのギリシア神話の愛の女神、アプロディテと戦争の神アレスである。プリマベーラとヴィーナスの誕生、パラスとケンタウロスと共に、ボッティチェッリを代表する、神話がないしグイ画の一つで、 これらの中で唯一、フィレンツェのウフィチ美術館に所蔵されていない絵画である。アレクサンダー・バーカーのコレクションを経て、現在は、ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。この絵画はおそらく、新婚の夫婦の寝室を飾る一組の作品の一つとして、スパッリエーラや、木製のチョイスレットッチョのセイタカ婚礼用の、カッソーネといった家具に設置された結婚を祝うために、制作された。 これは、横長のフォーマットと近景の人物像が示唆しており、感能的な愛の理想を表すものとして広く理解、されている。ボッティチェリは、メディチ家の詩人で、人文主義者であるアンジェロポリツヤーノのような助言者から、偶意的意味を学び、絵画のコンセプトを練ったと思われる。ヴィーナスとマルスの正確な制作年は不明だが、ナショナルギャラリーの2017年の見解は、 1485年頃としている。学者、ロナルド・ライトバウンはおそらく1483年頃とし、美術史屋のレオポルド・エットリンガーとヘレニ・エットリンガーは1480年代後半に位置づけている。絵画は結婚式などの特定の日付に確実に結びつけられていないため、制作年に関するべての説は様式の分析に依存しているが、その研究から、 制作時期は、プリマベーラとパラスとケンタウロスの数年後であり、ビーナスの誕生の制作と、ほぼ同時期と思われる。幼児のサチュロスと風景。眠るマルス。右側に、ハチノスがある。マルスのディテール。ビーナスとマルスはゆったりとくつろいでいる。マルスは二人の幼いサチュロスがサレットや槍で遊んでいる間に眠ってしまい、そんなマルスをビーナスは見つめている。 別のサチュロスはマルスの甲冑に潜り込んで顔を出し、4人目のサチュロスはマルスを起こそうとして耳元でホーラガイを吹き鳴らしている。また、マルスの横の木のくぼみには蜂の巣があり、周囲を蜂の群れが飛んでいるが、マルスは目を覚ますことなく眠っている。2人は伝統的にビーナス及び血痕と関連付けられている銀媒家、またはおそらく ロレンツォ・デ・メディチール・マニフィコと関連付けられている、月景樹、またはその両方の木が生えている、森の中に描かれている。画面奥の牧草地の眺めは限られているが、遠方に描かれた城壁のある都市へと続いている。ライトバウンはマルスを、ボッティチェッリの最も完璧な男性のヌードと表現しているが、実際にはそれほど多くの男性のヌードを描いていない。彼は、 同時代のフィレンツェの画家たちと比べて解剖学的、正確さにあまり興味がなかったようだが、この作品では特に注意を払っている。絵画が明らかに概意しているのは二人が恋をしていることであり、槍と巻き貝は性的象徴として読み解くことができる。本作品におけるヴィーナスは、ヴィーナスの誕生とは異なり、夫婦であるため衣服を着ている。しかしヴィーナスは、タイヤ人、 ウルカヌスの妻であり、マルスとは不定の関係にある。マルスの頭の周りを飛んでいる蜂の群れは、おそらく愛が痛みを伴うことが多いことを示している。ユダヤ人美術史家、エルンスとゴンブリッジが最初に提案した別の説明によると、蜂は絵画を一択したと思われるベスプッチ家を表している。彼らは、ボッティチェッリとは、旧知の間柄であり、おそらく他の注文に加えて、 1480年にサンサルバトーレディオニサンティ教会のために、書斎の聖アウグスティノスを委託した。ベスプッチはイタリア語で、小さな蜂を意味するように、彼らの紋章は蜂を含んでおり、画面右上の蜂の巣はちょうどパトロンの紋章が、描かれた位置に正確に描かれている。この作品は2世紀の古代ローマの詩人ルキアノスによる、アレクサンドロス大王とロクサーネの結婚式を描いた。 古代ギリシアの画家アエティオンの失われた有名な絵画の解説を元にしている。古代の絵画はおそらくアプロディテとアレスに関連する図像を歴史上の人物であるアレクサンドロス大王とロクサーネに改作したものと思われる。ルキアノスのエクフラシスでは式典中にアレクサンドロス大王の鎧と一緒に遊んでいるエロスまたはプットーンが言及されており、うち二人は 王の槍を持ち、もう一人は胸当ての内側を張っていたと語られている。これはボッティチェッリが完全な古典的教養を持つ人文主義者と協力して絵画を制作したこと、そして失われた古代の驚くべき絵画を再現するボッティチェッリの熱意の証拠として理解されている。この二つの点はルキアノスの言及をもとにしたアペレスの誹謗に最も明確に現れている。 バチカンの古代ローマの石棺には沸騰が付随する。本作品と同様にもたれかかったマルスとビーナスが彫刻されている。主要人物の位置は、ルクレティウスによる、事物の本性についてにおける説明を反映している。戦争の王たるマルスは戦争の野蛮な仕事を支配しますが、しばしば彼は、あなたの腕に身を投げ、死ぬことのない愛の傷で気を失い、そこで、首を後ろに、 弓の形に曲げて、見上げて、ため息をつき、欲情する目をあなたに注ぎ、そして、頭を乗せて、あなたの唇から彼の命の息吹をぶら下げます。その後、彼があなたの神聖な体をよりどころとするとき、キプジンよ、よりかかって、あなたの聖なる唇から甘い言葉を注ぎなさい。ローマのための平和の嘆願を、ルクレティウス、事物の本性について、マルスを見つめるビーナス。 学者たちの通常の見解は、この絵画は結婚を祝うために委託されたものであり、戦争を征服、または長続きさせる愛の意味が追加された、比較的複雑ではない官能的な喜びの表現である。これは、おそらくシンプラトン主義的なルネサンス期の考え方では、ありふれたことだった。他の神話と同様に、エルンスとゴンブリッジとエドガー・ウィントはこれらの用語で、 絵画を分析した最初の人だった。夫婦の関係は先生術の観点からも考えることができ。15世紀のマルシリオフィチーノによると、火星は惑星の間では強さにおいて結出している。なぜなら彼は人間をより強くするからである。しかし金星は彼を抑制する。彼女は火星を抑制するようであるが、火星が金星を抑制することは決してない。 ビクトリア朝の評論家、ジョン・アディントン・シモンズは、その解釈に同意することはせず、新しく流行したボッティチェリを過大評価、および絵画のために、分別のない剣をかくまったと考え、その魅惑的な、ビーナスの顔と態度、いびきをかく、恋人の反対側で、若さだけを勧められる王兵で飲んだくれな男たちに、耐えなければならない女性の憤りを象徴しているのではないかと書いている。 画面右端のディテール。マルスの鎧で遊ぶサチュロスの子供。手に緑の果実を持ち、そのすぐ近くにアロエラき植物が生えている。反対意見のある解釈の一つは、絵画により不吉な意味を発見したチャールズ・デンプシーによるものである。デンプシーによると、小さなサチュロスは、感能的な誤りと混乱の状態にある、束縛されたこれらの夢の中での性的恐怖を、 誘発し、眠る人を苦しめるインキュバスのような存在である。また、この作品のヴィーナスに付与された愛の観念は、プリマベーラやヴィーナスの誕生に示されている自然界の生命を活気づける神のポジティブな祝祭ではなく、まどろんでいる、かつては青年男性の英雄的武勇を象徴した神を武装解除して苦しめる空虚で、 感能的な幻想として示されているように見えると結論づけている。2010年の美術史家デイビッド・ベディングハムの仮説によれば、画面右下のサチュロスが手にしている植物は白花用主張センアサガオのみである。この植物はしばしば貧しい人の酸と呼ばれ、アヘンとアルコールの混合物に例えられた性質があり、その効果が衰えるにつれて、 失神や眠気を引き起こす恐れがある。他の研究者は、普通は北米原産とみなされている、この植物がどうやって1480年代までにイタリアに到達したのかを疑問視し、彼の説を却下している。ベリングハムは、画面右下の植物はアロエの一種であり、ギリシア人から薬効があると信じられ、悪霊から保護するだけでなく、性的興奮を高めてくれると述べている。 ベリングハムは、また図像の重層的な識別を提案している。これらの中には、アダムとイブのような夫婦が含まれている。ボッティチェッリが、シモネッタ・ベスプッチの肖像。ボッティチェッリが、ジュリアーノ・デ・メディチの肖像。他のボッティチェリの多くの世俗的な絵画と同様に、人物像のモデルは、フィレンツェの上流社会の有力ものと考えられている。マルスのモデルの有力な候補は、 ジュリアーノ・デ・メディチであり、ビーナスのモデルはほぼ必然的に容姿の美しさで、名高いシモネッタ・ベスプッチであることが示唆されている。ただしジュリアーノ・デ・メディチは、絵画制作が始まった1483年の5年前に、パッチ家の陰謀で暗殺されているため、候補とするにはやや問題がある。シモネッタ・ベスプッチは、ボッティチェッリが描いた、多数の美しい女性像のモデルとなったかあるいはが赤に。 インスピレーションを与えたと考えられているが、彼女たちの特徴は、必ずしもすべてが互いに類似しているわけではない。加えてシモネッタはジュリアーノよりも早い1476年に22歳で死去している。この二人を最初に、絵画のモデルと考えたのは、美術史カビルヘルムフォン・ボーデであった。ボーデの解釈では、マルスは馬上や試合の後で疲れており、ビーナスは報奨品として、 マルスの夢の中に現れる。ジュリアーノは、ベネツィアとミラノとの条約を祝うために、フィレンツェの実質的な統治者である兄ロレンツォ・デ・メディチが主催した1475年の有名な馬上やり試合で彼の貴婦人としてシモネッタを選んだ。この豪華な見せ物は、メディチ家の詩人アンジェロポリツィアーノの詩、ジュリアーノ・デ・メディチの馬上やり試合のためのスタンザで祝われ、 ボッティチェッリによって描かれたジュリアーノのパラスアテネの旗を含む詳細な説明がされていた。後の解説者の多くはおそらく二人の間に実際にあったジョージの伝説を生じせ示せた政治的同盟国の美しく若い妻を利用したペトラルカ的宮廷恋愛の表示と受け取っている。もっともこのような事態が発生した可能性は低い。ジュリアーノに 愛人フィオレッタ・ゴリーニがいたことはよく知られており、彼らの息子は後に、教皇クレーメンス七世となっている。ピエロディ・コジモの1505年頃の作品、ヴィーナスとマルス、キューピッド、ベルリン、絵画館所蔵。今日、ボッティチェリは15世紀後半の最も有名な、フィレンツェの画家だが、彼の名声が、現在の域に達したのは、線と形態を強調した彼の芸術が時代と、 一致した19世紀後半だった。1857年から1878年の間にナショナルギャラリーはビーナスとマルスを含むボッティチェリの5つの作品を入手している。ビーナスとマルスは1864年から1869年の間にイギリスの美術コレクターでありディーラーであったアレクサンダー・バーカーによってフィレンツェで購入された。 そしてバーカーの死の翌年の1874年6月8日、クリスティーズで彼のコレクションが競売にかけられた際に、ナショナルギャラリーによって1050ポンドで購入された。これは、ボッティチェッリの大きな神話画が、史上に現れた唯一の記録であり、他のすべての作品は、早い段階で、メディチケのコレクションに入り、その後、ウフィチ美術館の所蔵となっている。この ナショナルギャラリーの館長、ウィリアム・ボックス・オール・今日は、購入に乗り気だった、当時の財務大臣、巡弾尺スタッフ,フォード・ノース・コートを伴って13点の作品を購入した。ピエロ・デラ、フランチェスカの未完成の作品、キリスト・コータンは2415ポンドで購入され、ピントリッキオのフレスコが、オデュッセウスの機関は2152ポンドで購入された。 フィレンツェの若い画家ピエロ・ディコジモは、おそらく本作品から影響を受けて、ビーナスとマルス、キューピッドを描いている。この絵画はおそらく1500年から1505年頃の作品で、後にジョルジョ・バザーリが所有したことで知られる。両作品はしばしば比較対象される。どちらも眠っているマルスと目覚めているビーナスの、もたれかかった二人の人物像と、彼らに付随するマルスの鎧で遊ぶ。 子供たちのグループを含んでいる点でよく似ている。エルビンパノフスキーにとってピエロ・ディ・コジモは魅惑的にプリミティビスムな牧歌であるのに対し、ボッティ・チェリは厳粛に古典化された偶意である。アレクサンダー・バーカーのコレクションからナショナル・ギャラリーに入った絵画には以下のような作品がある。ありがとうございます。